はい、もちもち TV のもちです。スノーマンの7枚目のシングル、オレンジキスが発売されたということで、早速こちらゲットしてきました。こちらですね。まあ、早速っていうか、まあ、発売日が、まあ、なにわ男子のアルバムと被ってたので、まあ、なにわ男子のアルバムを先に買ってたので、で、これ、オレンジキスを後から買ったんですけど、なんか、2日後まあ、フラゲ日の2日後、発売日の翌日後、まあ、7月14日に買いに行ったんですけど、まあ、まだ初回限定版があって、まあ、それで初回特典もこちらもらえたので、初回特典っていうか、先着購入特典か、チェキカードがもらえたんで、まあ、本当にありがたかったんですけど、まあ、こちら、オレンジキス、まず、初回限定版 A と初回限定版 B と、まあ、通常版、また、まあ、ジャニーズ特有の3種類あるということで、まあ、迷ったんですけど、まあ、前回の時に初回限定版 B を買って、本当に大満足の内容だったので、まあ、今回も初回限定版 B にしました。まあ、初回限定版 B は、まあ、DVD の特典で、マルチアングルと、まあ、さらにそのミニゲームっていうほどのことじゃなく、なんか本当にバラエティ番組ぶりの特番みたいな感じの収録がされたゲームにスノーマンが挑む感じなんですけど、まあ、本当にどちらも大満足な内容で、まあ、マルチアングルなんてもう9人全員分あるので、まあ、9回楽しめる、まあ、1人何回か見れば何回も楽しめる内容なんですよね。で、このゲームに挑戦する方も、まあ、前回は対戦型だったんですけど、まあ、今回は協力型ということで、まあ、また違った楽しみ方ができるので、で、こちらも楽しかったですね。で、このオレンジキスなんですけど、もう本当に青春っていう感じの内容で、まあ、映画はまだ見れてないんですけど、まあ、青春っていう感じの内容だし、爽やかな感じの曲で、本当前回とはまた違った感じのスノーマンが見れるので、本当になんか心がスカッとするというか、なんか心が晴れやかな夏っていう感じの、なんか思わず心弾む踊るような曲なので、まあぜひぜひ皆さんこちら聴いてみてほしいなと思いました。まあ岩本くんと佐久間くんが、まあ、新型コロナに感染していたということで、本当は9人で活動したいところなんですけど、まあ7人で活動してて、まあ今後どうなっていくのか、本当体調も含めてすごく心配なんですけど、せっかくこのオレンジキスを発売した、まあ特に岩本くんなんてもう主演映画の、まあ、主題歌なので、まあ、特に本当悔しいと思うんですけど、まあ、佐久間くんも高熱があるということで、本当に心配な感じなんですけど、まあ、歌番組とかでも、まあ、7人だからこそ、7人ならではのパフォーマンス、まあ、余計絆が強まった感じの熱いパフォーマンスをさらに見られると思うので、まあ、こちらはこちらで楽しみにしたいと思いますね。まあ、でもそれでも9人全員で、まあ、元気に活動できる日が早く来てほしいなと思いました。まあ、皆さんもこのスノーマンのオレンジキス初回限定版 A 買ったよとか、B 買ったよとか、まあ、3形態全部買ったよとか、まあ、感想とか聞かせていただけたら嬉しいです。めっちゃ売れてますよね。なんか初日何十万枚 ?5、60万枚ぐらい売れてて、あ、スノーマンの勢いすごいなと思って、なんか本当ジャニーズ全体の勢いがすごいなって感じました。はい、以上、もちもち TV でした。